姿を見せろ。このシネストルを呼び出したのはどこのドイツだ。力の源が恐怖なのはわかるけど、愛は全てに勝るのよ。愛で恐怖という怪物は倒せんぞ。 俺のアレクルー怒りを思い知れ。いつも怒ってるわね、アトラシタス。セイトウォーカー、助けて。でも私の希望が力の源だ。グリーンランタンがいないと本領発揮できない。ハルダ、アイスキー、彼は来る。これで形勢は逆転したな。我々を呼んだ目的は何だ。 分かるぜ、これが欲しいんだろ。行こう、こいつを外しやがれ。気持ちは分かるし、同情するわ、ラーフリーズ。でも呼んだのは私たちじゃないわ。なんだと、お前たちが我らを呼んだのでないというなら、一体誰が。それは私です。 キラークロックはこっちに来たの？奴は向こうにある死の文書館に侵入した後、ここでランチをしたようだな。そろそろいいとこ育ちの犯罪者を追ってもいいと思うんだけど。 怖いのはわかる。これが仕事だ。いや、別に僕だってこうなってるわけじゃ。それでも怖くないの？ただのネズミだ。コウモリと変わらず。そんな風には割り切れないよ。そういう感情こそが弱点と。事件を追うものには必要のないもの。でもいくら怖いからって事件を追えないわけじゃない。俺を探してるのか。 まあ、だがうぬぼれていた。それも不要な感情だ。この仕事はいつも勉強だな。 下水道の図面を入手した。バカットマンとノロビンが来てたのか。挨拶でもしたかったな。そんな時間はないはずだろう、ジョーカー。みんなをアーカムアサイラムから脱出させただろう。少しぐらい許されてもいいはずだよな。 立ち止まって鼻をつぐぐらい。何か匂うわ。俺臭くない。下水道のことだと思うぞ、グランディ。<笑> 誰であろうと恐れるのだ。大いに恐れろ。私はブレイニアック。お前たちのパワーリングをいただくぞ。力になってはあげたいけど、それはできない相談ね。みんなで力を合わせるんだ。グリーンランタンが来てくれたら私もリングを使えるんだけど。
のブレイニアクへの抵抗など無意味だ。ではお次は地球だ。最後の色を手に入れるとしよう。よう、サイボーグ。このテレポーターは安全なのか？もちろん。一瞬にしてウォッチタワーへ連れて行ってやれる。どうした？怖いのか？いいや。だがリングを使えばウォッチタワーまでひとっ飛びだからな。入れなかったら、グリーンランタンは黄色いとでも言いふらすかな。ようこそ、セクター2814のグリーンランタン。いい旅だったか？ああ、そうだな。マーシャン、マンハンター、問題ない。でも、飛ぶ方が好きだな。クロックが盗んだのは下水道の図面だな。なんでそんなものを？ブルース様、お食事はどうなされますか？すまないが、ここまで持ってきてくれないか。ブルース様、上の屋敷に戻れば美味しくいただける部屋がいくつもございますが。ここで全く問題ない。わあ、UFO が地球に向かってるよ。予定変更だ、アルフレッド。やはり観測所で食べる。宇宙船のようだが、明らかに太陽系のものではなさそうだな。じゃあマーシャンマンハンターに連絡して、ウォッチタワーから確認してもらおうか。ああ、ジャスティスリングコミュニケーターで連絡してくれ。オーケー、わかった。僕の意見が採用された。それは素晴らしい。ねえ、やっぱり僕の意見には反対ってこと？出かけるの？ご主人様、お食事は？なあ、大好物ですよ。耳もちゃんと取りました。原因は食事じゃないね。バッドコンピューター、緊急ディフェンスプロトコル、コード SJB99。 プロトコル確認、侵入者への防衛措置準備、目標をご指定ください。バットマンだ、怪我はさせないで。承知しました。スタンミサイルを使用、ターゲットによる防衛措置開始。バッドコンピューター、バッドモービルを停止。ああ、遅かったか。しておこう。俺はバットマンだ。友達など必要ない。本当に？感情があるからこそさっきの僕の言葉が届いたんでしょ？感情は全く関係ない。バットモービルのパネルが一つショートしたんだ。その電気ショックのおかげでマインドコントロールが解けたのだ。僕のスピーチのおかげだよ。本当に良いスピーチでした。スピーチは関係ない。問題は俺を操ろうとした奴の正体とその目的だ。you
邪神はお断り。タワーに行ったら存分に発揮してもらうぞ。バイナリーフュージョンキャノンのパワーを手に入れたら地球の安全を盾に私は大統領になれる。あら、レックスちゃん、まだその野望を諦めきれてなかったのね。グランディ詰まった。